第10位、トリプル A 日高光弘さん、35歳、職業アーティスト。好感度ポイント21ポイント。エピソード内ではそれなりに女性関係が激しそうな印象ですが、悪印象にはつながっていないようです。お酒に酔った時の行動でも、気候ではありつつも愉快な行動が愛されキャラとして評価を上げる要因になっています。第10位はトリプル A 日高光弘さんです。第9位、渡部篤郎さん、54歳、職業俳優。好感度ポイント30ポイント。ガーシーさんの経営しているお店の女性スタッフが、皆口を揃えて一番かっこいいと言っていたそうです。大人の色気がすごいのが想像できます。映画試写会でのエピソードもなんとも微笑ましいので、ぜひご覧ください。第9位は渡部篤郎さんです。第8位、乃木坂46、与田祐希さん、22歳、職業、アイドル。好感度ポイント、31ポイント。直接ガーシーさんと親交があったわけではないですが、新田真剣佑さんからのアプローチを受けなかったことで好感度が上がっています。低層観念って大事なんですね。暴露されている女性陣が奔放な分、コントラストが大きかったのも一要因と言えそうです。第8位は、乃木坂46、与田祐希さんです。第7位、松本人志さん、58歳、職業、お笑い芸人。好感度ポイント、55ポイント。新助さんの元相方、龍介さんが亡くなった時の松本さんが取った行動が非常に感動的で、大々的に取り上げられていないにもかかわらず、そのワンエピソードがあまりにも素敵案でした。サブチャンネル、真相、島田新助さんの芸能界引退について話します、で語られています。第7位は、松本人志さんです。第6位、稲子ライダー翔吾さん、42歳、職業アーティスト。好感度ポイント61ポイント。ガーシーさんからの評価が高いのはもちろん、離婚直後の昇進旅行のエピソードが非常に人間味があり、ほっこりエピソードだったため高評価を得ています。第6位は稲子ライダー翔吾さんです。第5位、ミラクルヒカルさん、42歳、職業モノマネタレント。好感度ポイント93ポイント。ガーシーさんのモノマネを自身の YouTube チャンネルで披露し、ガーシームーブメントをさらに盛り上げた一人。過剰なデフォルメが最高に面白く、ガーシーさん含め、ガーシーファンの皆様からも賛辞を集めています。第5位は、ミラクルヒカルさんです。第4位、麻生豊さん、50歳、職業、美容外科医、YouTuber。好感度ポイント97ポイント。ガーシーさんとの初対面コラボ相手である麻生先生がランクイン。ガーシーさんの窮地を救ったこともさながら、ガーシーさんを支援するというリスクを取った点も大きな評価ポイントとなっているようです。第4位は麻生豊さんです。第3位、山下智久さん、37歳、職業俳優タレント。好感度ポイント140ポイント。ガーシーさんが集めてくれた女性への真摯な対応が高評価の最大要因のようです。ガーシーさんからも、智久は本当に優しいんすよ、と言われています。加えて赤西軍団との確執における一歩も引かない意志の強さも好印象となっています。第3位は、山下智久さんです。第2位、山田孝之さん、38歳、職業、俳優。好感度ポイント、161ポイント。人柄もさることながら、俳優としての能力もガーシーさんに褒めちぎられており、さすがとしか言いようがありません。出てくるエピソードも普段のイメージ通りという意見が多数です。第2位は山田孝之さんです。第1位、ウーバーワールド拓也さん、42歳、職業アーティスト。好感度ポイント263ポイント。ガーシーさんのトーク内での出現率の高さもありますが、出てくるエピソードすべて男気にあふれており、好感度が非常に上がります。サブチャンネルにアップロードされているウーバーワールド拓也の表に出てない逸話について話すは、お見視聴の方はぜひ見てみてください。第1位はウーバーワールド拓也さんです。